今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。山科から湖西線に入ります新快速大三島駅です。山科、西大津、比叡山坂本、片田、大三島駅、大三島駅から終点大三島まで各駅に停まります。電車は8両で運転しています。お手洗いは中ほどの5号車と一番後ろ1号車にございます。車内での4号車から5号車の通り抜けはできません。お客様に車内での携帯電話のご利用についてお願いいたします。車内ではマナーを守り快適な車内作りにご協力ください。また優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください。皆様のご協力お願いいたします。車掌は宇月です。終点大三島までご案内いたします。次は山科です。まもなく山科です。お出口は右側4番乗り場に到着です。琵琶湖線、大津、草津、前原方面をお越しのお客様、同じホーム向かい側3番乗り場へお越しください。地下鉄線、京阪電車は乗り換え口へお越しください。この電車は湖西線に入ります。山科を出ますと西大津、比叡山坂本、片田の順に止まります。琵琶湖線の電車ではございませんのでご注意ください。山科です。西大津です。
大津、西大津です。お出口は左側です。西大津の次は比叡山坂本に停まります。次は比叡山坂本、比叡山坂本です。比叡山坂本です。お出口は変わりまして右側です。比叡山坂本の次は片田に停まります。
次は片田、片田です。まもなく片田です。お出口は右側です。片田を出ますと次は大見舞子に止まります。お待たせいたしました。新快速大見松駅です。次は大見舞子。
大見舞子です。
近江舞子です。お出口は右側1番乗り場に到着です。近江舞子から先各駅に停まります。近江舞子を出ますと北小松、近江高島、阿戸川、新朝日、終点近江舞子の順に停まります。近江高島です。
大三鷹島です。お出口は左側です。次は阿戸川です。阿戸川です。お出口は左側です。
は新朝日です。お出口は左側です。新朝日の次は終点大三松です。終点大三松です。
JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点大見松です。大見松より先、北陸線長浜駅はホーム変わりまして3番乗り場から14時43分の発車です。ご乗車お疲れ様でした。終点大見松です。お忘れ物のないようご注意ください。お出口は左側2番乗り場の到着です。